それで福根国、はいはい、あのリーバイスも、うん、ちょっと黙ってられないので、まあね、なんかずっとね、バカにされたみたいな感じですよね。で、うん、そのことに対して対処するためにですね、うん、この、うん、隠しリベット、あ、リベット出てない。そうなんですよ ね、なんないね、この4回転ね、ないね、はい、うん、それをしたんですね、うん、はいはいはい、でどうなってるかっていうと、はいはいはい、中に打ってあるんですね、はい、この内側から見ると、うん、あ、こう見える。ほんまに打てるね、これね、うん、中に打ってあって、うん、外からは隠れている、ね、外からは生地になってますね、みんなやってますね、隠れてますね、それを隠しリベットと、って言うんですね、隠しリベットって言うんですね、続いて福根子くん、はいはい、ここにバックポケットついてますよね、ポケットね、後ろに入ってるね、はい、ここにですね、ステッチ入ってるでしょ、あ、これね、こうニューニューってね、はい、これね、うん、リーバイスにはこの飾りステッチの名前がついてるんですよ、名前ついてるんだ、はい、アーキュエイトっていう名前ついてるんですよ、アーキュエイト、うん、あの弓状のとかっていう意味なんですけど、そうなんだ、はい、それで、うん、これはですね、うん、各ブランドさんでいろいろなデザインがあって、うんうん、おー、そうなんだ、まあ、こんな形のものとか、あ、本当だ、これはね、幅みたいにこうなってますね、うん、あとはまあこう直線的なもの、あ、こっちは何もないね、ピーキーね、いろいろあるんですね、あ、なるほどね、これそれで、ブランドでラングラーっていうブランドあるんですよ、あ、聞いたことある、ありますよね、それはね、ここはね、ダブルって入ってるんですよ、ダブルになってるんだ、はい、でね、ラングラーってダブルから始まるんですよね、あ、確かにね、うん、ところがですね、あの発音しないんですよね、ダブル、あー、そっか、ウラングラーみたいに発音しないですよね、ダブルね、そうなんですよ、ラングラーだもんね、ラングラーですよ、だから、サイレントダブルって名前がするんです、あ、発音しないから、はい、このダブルのことは、はい、サイレントダブルって言うんです、そうなんですよ、なんかね、なんで、くじりくじりつぶすにくに、そうですね、美人時代でダブルってね、はい、福根子くん、続いてですけど、ここに、タブみたいなのついてますよね、これね、はい、うん、これをバックシンチとかシンチバックって言います、へえ、あのさ、はい、ドレッシーなパンツの時にもさ、はいはい、ここのさ後ろのさ腰のところにさ出てきましたね、同じやついてたじゃん、はい、あの時はさ、はい、バックストライプって言ってたじゃん、はいはい、なんで今回はさシンチバックなのさ、わかりません、僕もわからないんですよ、うん、ただ、うん、あの、うん、ジーンズについているものに関しては、うん、皆さん、うん、あのバックシンチとか、うん、シンチバックって言いますね、そうなんだ、うん、なぜね、うん、あの言い方違うのか、ね、ちょっと使い分けするのがよくわかんないですけどね、じゃあ同じものなんだよね、同じものですね、うん、はい、その下にですね、はいはい、ここに切り替えあるでしょ、はいはい、この部分ですね、このね、このパーツ、この上のパーツで、ここのね、これをパーツね、ヨークって言います、ヨーク、後ろヨークとか、うんうん、ヨークとか言います、うん、わかりました、あのシャツの時も出てきましたね、出てきましたね、はい、同じヨークっていう名前です、はい、わかりました、続いて福根子くん、はいはい、ここにですね、うん、パッチついてますね、これね、うん、これ、うん、あの革の場合は、まあ、革パッチとかレザーパッチ、革だったら革パッチとかレザーパッチ、はい、って言います、はい、それがですね、うん、こちらみたいにですね、うん、布とか、あ、これ紙とか、これ布なんだね、はい、あ、紙のやつもあるんだ、はい、へー、それはまあ紙パッチとかありますけどね、なるほどね、はい、続いて福根子くん、はいはい、ここに赤いピスネついてますよね、ピスネこれね、はい、これね、うん、あのリーバイスの場合は、うん、レッドタブっていうんですよ、まあ、赤いからね、はい、で、うん、これをつけたのはですね、リーバイスが一番初めと言われてて、うん、あ、そうなんだ、はい、古いものはですね、うん、このL、E の E がですね、うん、大文字の E になってるんですよ、うん、大文字ちゃんね、はい、うん、で、ビッグ E って言われるんですね、ビッグ E、 あの、うん、このビッグ E、 これはそうなんだ、はい、続いて福根子くん、はいはい、この裾のステッチありますよね、はいはい、ありますね、これね、うん、普通の本縫いで縫うと、うんうん、こんな感じなんですよね、まあ、表と裏に必要みたいな、はい、うん、ところが、はいはいはい、ジーンズの場合は、はいはい、
そのステッチを、うんうん、これチェーンステッチって言うんですけど、そうなんだ、うん、チェーンみたいに繋がってるように見えるので、あ、本当だね、うん、チェーンステッチって言います、うん、なるほど。あのジーンズを好きな人は、うんうん、皆さんこのチェーンステッチにこだわるわけですね、うん、あ、そうなんだ、はい、僕はあんまりこだわらないですけどね好きじゃないからね、はい、それでですね、もう今ちらっと見えたと思うんですが、ここにこの白いのと赤い点々って、白いのと赤い点々ね、これね、ほつれ防止なんですけど、セルビッチって言うんですよ。セルビッチ、なんか難しいね。古いものには結構やってあったりとか、あと高いものに今はやってあるんですけど、肘の耳なんですね、これ。なので、うん、セルビッチって、うん、耳っていう意味なんですよ。セルビッチか、はい、そうですね。で、ここの、うん、赤いステッチが入ってるやつを、うん、赤耳っていうんですね。ああ、なんかね、聞いたことあるよ、赤耳って。赤耳のやつが欲しいとか聞いてる友達いるもん、ね、うん、そう、それですね。いろいろな色があるんですけど、これのことか、はい、なるほど。はい、船子くん、はい、ここまではですね、はいはい、ディテールのお話だったんですけど、うん、ここからはですね、うん、ジーンズにはですね、うん、使い込まれてできる、うん、色落ち、うん、まあ、色落ちのこと当たりっていうんですけど、うん、これも魅力の一つとして名前がついてたりします、うん、なので、うん、まあ、簡単にですけど、うん、触れておきたいと思います。はい、まずはですね、はいはい、ここにできるこういうシワですね、はい、あ、ありますね、こうシワね、もものところにね、はい、これをヒゲって言ってます。ヒゲ、はい、あ、これさ、ディスの時にさ、はい、やりましたね、やりましたね、ドラえもんのね、時にね、やりましたね、はい、新しいとね、ドラえもんって言うんだよね。そうなんです、そうですね、はい、続いてですけど、はい、ここに縦で、はい、うん、こうてんてんてんみたいな感じで、皆さんわかりますかね、ちょっと引きの方が分かったら、ちょっとね、縦線が入ってるように見えるんですよね。そうそう、こういうこうね、こんなもんね、うん、見えますよね、うん、これをですね、はいはい、縦落ちって言います。縦落ち、はい、あとですね、うん、まあこういうところにこう線が入ってたりだとか、うん、まあこれ裏の、うん、あの縫い代が当たってるんですけど、うんうん、で、まあこういうところとか、あとこの辺とかね、あ、ね、落ちてるもんね、まあ、こういうところは当たりって普通に言ってます、なるほど、はい、それでですね、船子くん、後ろにするとですね、膝の裏辺あたりにこうちょっとこれ分かりにくいんですけど、あ、まあ、ちょっとね、なんとなく膝ぐらいは分かりますけど、ね、これをですね、蜂の巣っていう言い方をするんですけど、左側のジーンズの方が分かりやすいので、ほうほうほう、ただこれ加工なので、はいはい、あ、自然的と思ってなくて加工なんだね、はい、自然にこんな風にできるものもあるんですが、はいはいはい、こんな感じで、はい、あ、分かりやすい、これは分かりやすいね、はい、ここのね、膝の裏のところね、そうなんです、まあ、これを蜂の巣と言ってますね、はい、それでですね、福猫くん、はい、こちらのパンツはですね、うん、実際に使い込んだものなの で、 あ、そうです、ね、はい、うん、で左に置いてあるこのパンツはですね、うん、一度も洗っていない、うん、糊のついたものですね、うん、そうなんだ、これをギジットと言います。それで、うん、ちなみになんですけど、うん、僕もちょっと言っちゃうんですが、うん、生デニムって言っちゃうんですけど、うん、厳密に言うとですね、うん、生デニムっていうのはですね、加工のしていないとか、うんうん、生のとかっていう、うんうん、このローデニムっていう言い方があるんですよ、そうなんだ、はい、なので、うん、厳密に言うとちょっと違うんですね、そうなんだ、はい、福猫くん、はい、ジーンズのディテールやってみました、ね、それで、はいはい、他にもですね、はいはい、ジーンズの場合は、はいはい、クラッシュ加工だったりだとか、はいはい、ブリーチ加工だったりだとか、はい、あとリペア加工とか、すごい山ほどあるんですね。なるほどね、はい、まあ、ここに飾ってあるジーンズも結構ね、いろいろしてありますね、やってありますね、はい、なので、まあ、それはですね、字幕の方でできるだけ多く入れさせていただこうと思ってます、はい、
なので、はい、ジーンズのディテールはここまでです。はい、わかりました。以上、ジーンズのディテールの回でございました。はい。はい。